我が町は前段で話したように、怪我人なし、死亡者なし、あれは半壊なし、全壊なしというような状況で、大きな災害から免れたというのは、一番大きな町の宝だというふうに思っています。で、そういう状況の中で、我が町にはもう一つダムという状況がございまして、これは宮城県民7市10町、183万人の水道水です。塩釜松島町までこの水が行っています。で、この水に地震の影響もなし、あるいは福島原発の影響もなしという状況が大変優れました。今も安心してこの水を下流の方々に提供しているという、これが我が町の大きな財産です。で、一番大きく苦労したのは、6日間電気が止まったと。国道113号線の真下に下水のパイプが全部入っています。ところが道路は上りもあれば下りもあるんで、上りは全部ポンプで送らないと流れない仕組みだったんです。米沢市からバキュームカー2台を調達して、上のマンホールを開けて下に流すという、この6日間昼夜問わず関係者職員も含めて頑張ってもらいました。で、一滴も川には汚水あふれさせないで守り切ったという大変素晴らしい、頑張ってもらった実績が我が町にあります。いや、風評被害は皆無という状況ではございません。なるほど。これは福島県に近いという状況で、当然放射能の影響等も住民の方々、特に子どもの持っている方々が非常に心配しました。で、0.23 を超えるエリアっていうのは一部分ございましたので、保育所、小学校、中学校についてはグラウンドは全部除染済みです。で、そこから出てきた汚染物質は全て町の放牧場に仮置き場という状況をセットして全部運んで、年内中に全部処理が終わりました。もう済みと。そしてその他に各家庭の雨落ち度がホットスポットと言われる部分の、これも雪降る前に全部終わそうと思ったんだけども、雪がちょっと早く来たので3月いっぱいには全部ほぼ完了という状況になります。雪解けとともに、ただ田んぼには当然米にも心配される一部があったので、全町に塩化カリを散布して、何ら秋の収穫には影響はなかったと。それ今年も継続それしたいというふうに思っています。自家発電装置を役場の庁舎に設置しました。で、今役場と隣の開発センターが全て自家発電で賄うことが可能だということで、昨年の夏、東北電力の電気を一切使わないで自家発電で対応する日を設けて実証実験をやって繰り返してきています。この7つの集落に全てデジタルカメラを設置して、役場で全て集落内の状況をテレビ画面で見れるという、そのらの状況も完成しました。今月いっぱいで、それを今ホームページなりインターネットなりいろんな画面の中で公開しながら住民と広く共有したいなというふうに思っています。志賀宿町は宝といえばこの大自然です。263キロ平方メートルという中の約 92% が山林という状況で、ここは宮城県、山形県、福島県という3県にまたがる県境が我が町の状況でございますが、先代の宮城県の県庁、福島の県庁、山形の県庁、すべて1時間で3県を移動できるという、大変地理的にもいい環境です。30分あれば高速道路、30分あれば新幹線に乗れるという、大変地理的にもいい環境です。コップで飲める水があり、食味も全てが宝物という状況なので、一度おいでいただければと思っております。今日はありがとうございました。